おつゆをスコーンがいい。これでしたら ちょっとお味見てみて。うん、お味見てみて。おいしいと思うで。おつゆを先に見てみろ。こんなものいたら、つや消し。塩だれがまだあの味が薄かったら足せるきね、入れんとかんで。入れないか。あ、そう。うん、薄い。まあ、ちょっと食べてみて、ほんで、うん、ちょっと混ぜんといかんことない、塩だれ入れて。白菜や、えらい、わかんねえ。なんかこんもにしちゅうらいやん。こんもんさえだけしたわ。もうちょっとこれが、はい、入れたらちょっと布団して。お豆腐が溶けるとき、入れるとき気をつけて。じゃあ食べてみようか。うん、食べてみて。ありがとう。上手。うまい。そりゃそうよ。なに、つゆがうまい、生地肉はうまいってこと。ちょっとつゆがうまい。うん、久しぶりじゃねえ、キジリコは。そうよ、うん、なかなか食べれんで。食べれん、うん、貴重品。そう、誰まで言えたれん、ホテルじゃないと、うん、ホテルでもどこまでじゃない。ホテルらでもないやろ、だってその中国予約せんとか予約を。そんなことはないでしょ。田舎の方の料亭とか そんなとこ行かんとないもん。いっぱいあります、あのくらい行ったら。まい、うん、ずっと年から年中あるろう、なんか。いや、もうケジつけないよ。一の谷いうところかね。知らん。温泉があるやろ。うん、知らん。あそこやったらずっとあると思う。それだって近いところ。全然うまい。おいしいおいしい。久しぶりに食べた。おいしい。そら、どこばりじゃなくて田舎の方のホテル行かんとないろうがね。そうそう。そういうことよ。そこら辺のホテルにないろう。うん。あるない。時期やっぱり冬じゃろうね、鍋焼き。うん、で、その辺のホテルにはないろうがえ。これ一緒に入れたらいかんね。聞いてないね。これ食べて、入れんと。ほんで、どんどん食べて、もう食べなさい、ともくんも。うん、はい。いつもバキュー。大分わっきょらにかんよ、これ。火が弱いんじゃない？弱いの。そういうことわからんけど。生地肉は一口で食べたけど、おいしい。あ、そう。うん、これ今日の汁、お汁が美味しい、お汁が。うん。
うん、最高にこれがうまい。塩がいいね。ぬくもるしね。うん、ちょっとおつゆをもらってみよう。おばあちゃんには薄い。いや、こんなもん。うん、うん、これ以上やったら味が濃いわ。あ、出汁が出て美味しいわこれ。あ、もう食べて。はい、つけなさんな、食い箸は。まあ、食い箸は入れん方がいいね。何好きやろか。ちょっと生地肉を食べてみよう。熱くなった。生地肉、冷やが熱いもんぬくもっちゅうわ。ちょっと火を小さしておいて。あー、もどかしい。これほんとコン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 か。あ、生地、そりゃそうよ。あっさりしちゅうね、生地肉。鶏や食べやすい。いや、鶏や言うても臭みがないんやね。ないよ。ちょっと細うして。あっさりしちゅうわ。これは食べやすい。けど、うん、そうやの。うん。美味しい、美味しい。よいしょ。また出汁と食べたら合うね、これ。うまいわ。これを見ながらお父さん、ちょっと細うして切よう。ほら、前におるんやから。おー、うまい。まあ、厳しいこと。けど舗装線これのけたいわ。つけろ言うたり、舗装紙で火が出んかったら。これでよし。もうこれ、これのけたかったが。はい、それ入れとった。うん、入れとくわ。ここから向こう食べてよ。はい、はい。しょっちゅう日は続けようなんて考えて入れたらって。そりゃそうよ。待て、まあでもこのタレでこれから濃ゆうって言ったら塩分取りすぎになる。もう熱くなった。来すぎやないかね。鍋でも火つけて、ストーブもつけて言うたら、そら暑いわ。俺 T シャツやもん。ストーブ切っちゃく？切ったらつむ日合いでね。いや、俺はいらんもん、ストーブ。切っといてもな。そもそも。温まった。うん、温まるかな。あ、これ食べたけ、温まったな。そうよ。体が温まるけ、鍋がええわ、やっぱり。まあでも生地、臭みもないし、うまいわ。だだだだだ。おお、これやめちゅう。あっさりしちゅう。
すごいなんかこう、旨味がものすごい濃縮されちゅうような鶏ではないね。鶏とは違う、やっぱりうまいわ。うまいはうまいで、うん、身がなんていうのかね、繊細なというのか、さらっとしたね。うん、そうそうそう、むつこくない。うん、あっさりして食べやすいよね。粘っこくないわ。うん、それよ。いや、小さめして忙しいね。うるせんといかんから、育ったこれやっといからね、こっち上でも。そうしよう。もう食べてらしいな。おいいよ。鍋分けんと簡単なきゃいいね、ええことは。そう、簡単にできて体も温まるし野菜も豊富に取れるわね。ええわね、焼き。白菜が美味しい。うん、今温まった。このタレがまた絶妙なね、塩だれ。うまいわ。生地の味が引き立つね。うん。うまい。塩だれうまいわ。そんなに珍しい。珍しいよ、キジ鍋美味しいわ。ものすごい美味しい。なんかこんな美味しいものが食べれて幸せや。うん、やっぱり人間、いい食住は大事やきね。誰も何も言ってくれ。そんなにお話しにしもだって会ったら喉に詰まるから。若いもんみたいにはいかんわけ。やめてよ、詰まらせんといてよ。ほんで言わんとって。携帯放り投げてる。ほんとに、うん、ほら行きませんよ。そら失礼しました。味が出たってどういうこと？変わった？やっぱりそら、コクが出たの。鍋炊きよったら、うん、今一番おいしい。ほんとに味が変わったよね。今が一番おいしい。ええことよ。美味しかったですか？美味しかったです。大変久しぶりに美味しい銀鍋でした。ありがとうございました。毎日食べたいね。食べたい。まことや。明日は私の誕生日やけに、明日特等で。さあ、おばあちゃんまだ食べるかね。うん、食べ。ごちそうさま。美味しかった。美味しかったね。今が一番おいしい。はい、あの、うん、全部の甘みが、あの野菜とか全てのものがほら、うん、今食べなさい。鍋炊いたらちょっと置いてからの方がええかもしれんね。じゃあ置いてから、おいそらもう、うん、やっぱりなんて馴染んでくるわね。うん、
今が一番まろやかで美味しい。はい、いただきます。はい、ごちそうさま。もう食べんの？うん、お腹いっぱいになって食べたもん。食べたね。はい、よかったよかった。はい、これぐらい食べれる？食べれる、なんぼでも。入れすぎやないかね、それ。あ、この野菜も入れて食べてくれたらいい。これ野菜ってレタスで。そうよ。おかしいの入れたら。レタスやとね。うん。卵入れて閉じたら美味しいんじゃないこれ。あとか、卵は。卵は入れん方がええかもかな。これだけで？閉じるいうことはできんきね。卵閉じじゃないき、これ。あ、そう。閉じる言ったらもう一晩入れんと閉じれんよ。十個晩入れんと。え？十個晩入れんと閉じれんよ。そんなに一つぐらいでもやったら変わるんじゃない、あれ。誰かもか。生地の卵。こんなんある？生地だ、生地はにわあの鶏と同じじゃないか、卵で買えるかよ。まあそりゃそうだね、鳥やもん。だから。一つから片付けていて、お弁当はいるきね、お米といるかけど。はい。それだけはしようかな。ちょっと炊いたらいい。うん。まあ白菜やった方が美味しいわね、鍋は。いや、白菜がないとできん。うん、これで残しといたらよ、ね。あ、そうやね、おじやさんして残しとったらよ。うん、じいちゃん、後で食べる。食べる、食べる。うん、いらんよって言う。おじいちゃんも長いこと座って食べたから大丈夫。食べたね。私も満腹感です。うん、中学の2年頃に、うん、お魚をあの釣ったの覚えてない、岩の上で。あのどこか行ってくれると分からん場所が。ずっと奥の方。奥って言ってもどこの方やろ。石槌さんへ行ったじゃない。石槌さんが亀の方へ。亀、石槌さんの亀言われてもよく分からないけど。それがどうしたの？覚えてない。それがどうしたの？あそこのやか、なんとかの館いうのは、いうところはもうずっとあると思う。何が？冷凍食品。冷凍しといてするか、キジ鍋食べたかったら。あ、キジ鍋の話につながるわけね。うん、何の話か。釣り堀でよね、うん、一人でえらい帰ってこむんだよ、見に行ったら、うん、お魚釣りよったの知らん。いや、覚えてない。中学の1年か2年の時やったと思うけど、覚えてない、うん、あそこが元やから。うん、なんか急に釣り堀の話になったから何の話かと思ったら、一番地元やけ美味しいことない。うん、分からんけど。はい、できましたよ。はい、もう切るか。切ろうか。うん、ね。切ろう？うん。はい。切れました。はい。いやいや、うまそう。なんていう贅沢な出汁が、生地出汁がバッチリ出た。じいちゃん食べたらいいのね。残っとったら食べるやろ。うん。朝でもね。これはまた美味しそうな。ちょっとこれ振るよ、上に。はい、はい、どうぞ。はい、わー、締めの雑炊うまそう。なんで笑うか。何？もう
美味しくなかったと思う。美味しくないことはないよ、これ見るからにうまさやもん。ああ、私は、私はこれよりか昨夜のカレーの方が好きやきね、どっちか言うたら。いや、カレーは間違いなく美味しかった、あれ。いただきます。熱そうなね、これ。あ、スプーンで食べてよ。うん、スプーンで食べてる。いや、これは出汁が効いてうまい。そう、なんて贅沢な、まあ、珍しいからね。なんて贅沢な。じいちゃん食べんのか、ゆうちゃんの。じいちゃん食べんと、ばあちゃん食べん。私ももうお腹いっぱい。ものすごい美味しいで、これ。いや、そら濃縮シチューって美味しい。いろんなものがうまみが出て。この締めのおじやが一番美味しいかもしれない。おじや、雑炊。雑炊とおじやの違いって何？え、雑炊とおじやの違いって何？あ、それはところによって、いや、雑炊とおじやが一緒のもんやけどね、知らん、あ、これはうまいわ。だしがものすごい出ちゅう。最高。喜んで食べたいって言うとこはね、電話かけとこ。これは美味しい。また送ってくれるか分かる。はい、送ってもらうよりただ注文する方が先かもしれん。それを送ってくれた人はね、見学に行ったと、その、かゆうところへ。そうしたらね、なんて、ものすごい清潔にして、あの、かゆうやった、これを、うりゅうところ、あの、その鳥をね、生地をかゆうところ、あの、なんていう、広い、牧場じゃないけど、牧場やったら牛やないかな。話し飼いにしようわけじゃないろうね、やっぱり。知らん、わからんけど。いや、もうね、あの、聞いていった洋服を全部着替えさされるって、白衣を聞いていかないから。それはちょっと、いや、話し飼いやと。そうでの、話し飼いで標高700メートルのところで育てると、ちょっと痛いって、痛い言った。暖房の温度調節で冬を起こすって感じで、ものすごく綺麗にして餌を立てよるっていう。で、餌も地元農家の無農薬、原農薬の野菜を食べると、この生地がそう言った、ものすごくこだわったね、こだわった鳥やから、鳥かね、生地も取るよね。そう、普通あの、あれ、野鳥でもあるわけよね、説明書に書いてくれちゅうで、ほら、この手箱生地やって。そこそこそこへ行ったと、自然の中で放し飼い、こだわりの餌で、標高700メートルで放し飼い、餌も原農は約無農薬の野菜を与えてた、ものすごいあの管理され中やった、ほんで安心して食べて、ほんでもう友博が気に入って美味しかったって言ったら、手箱生地美味しかった言うたらってまだ言うてないの。言うとくわ。お願いします。また送ってくる。いや、これは本当に美味しいよ。あんたは食通やからね。あっちこっち。ありがとう。美味しい言うたら、私らはそんなに食べ歩きしてない。
まあ食通かもしれんけど、それを伝えるのが下手くさいけどね。美味しい。でも美味しいもん食べて美味しいしかないもんね。難しい表現は。あーでもほんまに美味しいこれ。濃厚な味じゃないね。あっさりした感じやね。うん。その塩だれ焼きね。あっさりしようね、うん。塩だれをバカにせられんやん。バカにしてないよ。塩だれ焼きあっさりしようという。塩だれでそれだけ味がつくって言ったらすごく、うん、ねえ、普通じゃったらいろいろいっぱい入れんって感じじゃない、うん、調味料とか。これは贅沢な一品やね、ほんまに。あれ、いや、怖っ。何が怖い？怖っ。ん？なんかカラスが割れて。いや、これ気をつけてや。大丈夫かね。こんなのだったら午後で。動くこと、いや、音をしたら、うん、なんか割れっちゅうね。まあ、これさあ、お米をといて見て、これは幸せな。えらい気に入ってもらったねって喜んでくれるわ、うん、電話かけとくわね、明日、うん、トモ君喜んで食べたよ。これは美味しい。なんか食べ出したらキリがない。残ったスープでおじさんまでして食べたよ、うん、ね、まさかこんなに食べれるとは思わなかった。いや、どっちか言うたら本当の なんていう、作られたのじゃなくて自然の、うん、旨味っていうのが分かるって言ったら、うん、食通じゃない、うん、普通よね。私らお砂糖、うん、お砂糖を使い調味料を使いって一生懸命食通じゃない味よ、うん、それ塩だけよ、うん、お塩だけやろ、塩だれよね。えまあ美味しい。あんたイノシシの肉も食べたことあるかね。好きやね。 あるね、うん、はい、おじや完食です。美味しかったです。ごちそうさん、ありがとう。まだいっぱい残っちゃうじゃない。そう、おじいちゃんとばあちゃんに残した、うん、これ残らんでもいいよって。欲しかったら食べといてくれた方がいいぐらい。これ、いや、食べこれをね、始末して食べたい。うん、朝食べてもいいかもしれない。朝食べたよ。置いちゃってください。ありがとう。